こちらの方向は、徳山のこの相生橋ですね、県庁前の相生橋から通って国領の方に、交通の利用路があります。これは山陽道だったらしいけどね、これの古行町に入ったここにですね、都市大発見先生の生家はここにあったということですね。内田百軒ゆかりの地、内田百軒の生家と書いてますね。明治22年、5月29日、内田百軒は造り酒屋、商品屋の一人息子としてここに生まれた。牛を連れてきて牛小屋を作った。生家前のどぶ板は、他で、徳山で当たれないような村でしたと。見る感じですね。これです。こんな小さな石ですけどね、この30センチぐらい。これは内田百軒の生家台です。で、目印はこの古行郵便局ですね。古行郵便局を目印にしてまいりますと、ちょっとまあ車を止める場所はありませんが、その前にこの、小さな石の、この御影石による百軒先生の生徒があります。